はい、ウェンドル&ラング、ウォルナットの151ですね。はい、まずね、もう傷も見せちゃいますね。こういうとことか、あとどこだったかな、こことかね。これはまあわからないように直せるかなと思っておりますので、まあ目立たなくはなりますので心配ないかなと思いますね。綺麗な木目ですね。こういう曇りとかは磨き取って綺麗にしますので大丈夫ですね。はい、そうですね、ステージというかこの辺から見えるような形になると思いますけどね、こういう感じの足ですね。猫足が美しいですよ。でペダルの方もこういうふうに縦ごとみたいなね、こういう形になっておりますね。はい、この辺もちょっとね傷がありますけど、この辺も、直しますので大丈夫ですね。はい、で音もねさっき鳴らしてみましたけどすごくいいですので、ちょっと音の方もね確認いただきたいと思いますね。ですけど、さすがグランドピアノですね。そんなキンキンしたような音ではないですので、十分これね演奏家の方気に入らはるん違うかなと思いますね。あと鍵盤ちょっとここね欠けてますけど、これはうちで直せますので心配ないですね。はい、私思ってたよりもすごくいいのでね、おすすめできるピアノじゃないかなと思っておりますので、ご検討ください。はい。Thank you.